これちょっとやりすぎだよ。もうお嫁に行けないよ。見ないでよ。じゃなくて、そんなに見ないでください、ご主人様。この変態、私はその時家の跡取りだよ。まずいんでこんなの。我ながら恐ろしいルールを作ったもんだよ。もう こんなことして何が楽しいのか理解に苦しみますわ。分かっていますわ。今も昔も麻雀に負けるということはこうなる運命なのでございましょう。そんな目でじろじろ見ないでくださいまし。みー、変な事件が起きても僕のせいじゃないのですよ。僕にこんな格好をさせて喜ぶのは変態さんなのです。通報なのです。というわけで、もしお金に困ってもこれで生活できそうなのです。ニパーン。もうダメダメです。私お姉たちと違って野生児じゃありませんので、そこんとこ考慮してくださいよ。もう汗でべっとりですよ。先生にこんな格好させるのって、いろいろ問題が。そんなじろじろ見ちゃいけません。あなたたちいつもこんなことしてるの？ある程度覚悟はしてましたけど、やっぱり恥ずかしい。やだ、私までこんな格好。それ、おやしろマジカルクロホルム。なんだか癖になっちゃいそう。ジローさんに見られたらどうしよう。もういやー。では僕の中で何かが壊れてゆきますです。人に見られるのがこんなに恥ずかしいとは、経験してみるまで全然わかりませんでしたのです。ふわーく、俺が悪かったから見逃してくれ。こんな恥ずかしめを受けるとは。前原刑事一生の不覚。ゲッ、誰かこの惨劇の謎を解いてください。それだけが俺の望みです。せっかくのキャンディーなのに舐めにくいよ。でも恥ずかしいけど、なんか楽しいかな。まさかおじさんが こんな格好するなんて夢にも思わなかったから。もうこれでは体中がベタベタでしたよ。まだお着替え中なのです。バ
罰ゲームのお着替え中に覗くのは通報なのです。みー、まったくよくやりますよね。セーラー服にブルマーって、確かこの格好前にお姉もしてましたよね。一体誰の趣味ですかこれ。先生にこんな格好させて一体何を考えてるのですか。胸だって足だってこんなに見えてるし、これじゃ恥ずかしくて授業なんてできません。懐かしいわ、私ったらセーラー服もまだまだいけそうじゃない。タイは曲がってないかしらねえ。僕に修理なんて無理なのです。もうこんなにびちょびちょで溢れてきて止めてなのです。にゃーん、ご主人たまーん、ごろにゃーん。うがっ、げっ、ぐわっ、頼む、もう勘弁してくれ。